年、まあ、第1回目のアーティスト TV です、ね、ちょっともうずれましたが明けましたよ、おめでとうございます。ありがとうございます。今年もね、もう罰ですけどね、この配信はね、配信はね、罰ですけども、はい、まああれですね、なんかこうどうですか今年始まってね、なんかほら、今年もさ、明けでみんなもうだってほら、もう5チャンネル全員が集まってなんつって、それもサミットの方でアーティスト TV も一緒にね、新年迎えましてね、大騒ぎで年明けまして、皆さん見ていただきましたでしょうか、ね、なんかもうバタバタやったけどね、ね、でもよかった、鍋食えて、あああれはね、記念に鍋食えて、もう何年越しで俺言ってますからね、番組で言ってたからな、鍋食いたい、やっとそれが叶いましてね、まあほんまやね、もう思い残すことないんでね、2018年もこれで終わりです。あ、違うか、焼けたばっかり。今年はでもなんかね、まあ番組もね、まあ今年からまあ新規一点でね、こういろいろと、まあ、考えてはいてますから、はい、何かしらこう楽しみなことがいっぱい起こりそうな予感がしてるのはいいじゃないですか、ね、なのでまあ今年もですね、またこのおっちゃん2人とか、はい、まあ新しいね MC もこの後登場してくれますし、今日登場するの、で、まあ今年に関してはね、はい、まあいろんな企画をちょっと考えてますので、いいですね、面白いですね、はい、今年もまた1年、いい年になりそうじゃないですか、よろしくお願いします。皆さんもね、ぜひぜひいい年にしてくださいね、そうで、まあ番組の方はね、もう昨年だから年末スペシャルがすごい爆発でしたよね。ね、あれあんたさ、ただただ鍋食ってなんかみんな雑談して、もうなんか罰ゲームでなんかへったくさな歌歌わされて、なんかいろんなそういうのでね、もうなんか視聴数も2000とかいってますもんね、あれ。そう、すごいですよ。なんかこれはちょっとびっくりやわ。誰の、ね、誰のあれなんやろ。誰目当てでみんな見に行きたいわ。でもまあまあなんかもうね、散々お天の子は一緒ですからね、番組でもね。あかんね。もうやめとこう。歌ったらあかんっていうのはよくありましたね。ほんまにね。まあもしやるんやったら もっとちゃんとさ、しっかりと練習して、いきなり言われたら無理やわ。なんか今年もそうだけど、こうやって明けましておめでとうございますって言って始まって、はい、あっという間に終わるか、あれ、まあね、早いですね、振り向けばっていう感じで、あれ、もう一年終わっちゃうなみたいな感じ、なんかこう、もうなんかイベント化してるからさ、だから、ね、ただただこなしていって、また振り出しに戻って、またこなしていって、振り出しに戻って、なんかそういうのがもう2年3年続いてるような気がしますけど ね、なんかちょっと今年はもっと心に残るような、そうでしょ、なんかね、もう熱く1年を過ごしたいなと思いますよね、なんかいろいろちょっと今までやってないことを間々に入れていけるんですよ。でもな、去年はほらケンケン結構いろんな方とコラボをしてね、そうね、去年は結構バタバタと本当に1年間終わったかなって感じかな、だからなんかね、それ見ててなんか自分自身がさ、ああええなっていうのがあったんですよ、俺もなんか今年はなんかちょっとそのどなたかとコラボしたりだとか、どなたかのその作品にちょっと関わったりとか、あとはもう自分のもうほんまの、もうほんまの自分のね、もう全く誰にもなんて言われようが、もう全く自分の作りたいものを作るとか、そういうのをまあちょっと空いてる時間やりたいなっていうのがね、まあ、今年はね、もうのべっといきますよ、のべっと。のべっと。のべっと自分がやりたいことだけです。もう、ね、だからある程度から、去年で僕、比較的、なんていうの、比較的こう、仕掛けたよね、仕掛けはね、仕掛けはしてったんで、あとはもうほら、一人歩きしてもらおうかなと、皆さん、皆さん頑張ってねっていうことで、仕掛けはしたんでね、そこから先はみんな頑張れよっていうことで。あとはもうな、自分たちでさ、頑張ってもらって、まあもちろんプロデューサーとして関わってるものに関しては、ね、引き続きかかりますけど、はい、まあ基本は、今年はちょっと自分のね、やりたいその映像っていう世界観を、これからちょっと頑張ってね、力入れてやろうと思ってますね。はいはい、そっちの方向で今年はもうロペット自分の好きなものだけ、そうでしょ、好きなことをやりたいっていうね、なんかそんな年になるんちゃうかなと思うんですけど ね、なんかそういうのはありですよ、でもあれでしょ、そう言いながらほら毎年ね、まああれですよ、車先神社だっけ、
芸能の神様になんかフラッと行くわけじゃないですか。アーティスト TV っていうよりは、まあ、キッズカンパニーの、ね、ショーやっていう会社同士で ね、 そうですね、集まっていくわけで、うん、でまあ今年はねまた番組としてもね、行かせてもらって、何回目 ?3 年目ぐらいですか ね番組で行くようになってから3年目になるんですか ね、 すね、だから、なんだかんだだからそこから番組が始まるわけじゃないですか、アーティスト DB の、そう、あとうちのそれ拡散とかね、そういう形で始まってあっという間に1年終わってっていう繰り返しですが、今年も行きましたよね。今日も今年も行ってきた。でも今年はなんか変なお豆みたいなのくっついてきたよね。お豆みたいなやつみたいなやついませんでしたなんか、なんか現場になんかアーティスト DB のカメラにも映っちゃってもあれ映ってないのあれは。どうでしょう ね、まだちょっとその映像編集してないから、だからそれがクサミットの方にはなんかね勝手に映り込んじゃって、なんかあれですよ、ショーヤチャンネルの配信のくせにフレッシュに乗っかっちゃってないですよ。で去年の暮れもね、なんかもう散々暴れてるんですよ、ね、みたいな、なんかあれね白ボケみたいなやがってあれもあれで、番組こう番組壊す気かお前らみたいなことをやりやがって、本当に、もううちの番組呼ばんと思ったねえ、あいつらがだからさ今年もまた爆発してませんでしょ、まあまあでもなんていうかね、その活動の幅も広がってきて、ね、そのそういう部分ではいいんじゃないですか、ね、暴れ倒してますもんね、でも今年もね、だから中山のあの何ゴリラのね、面をかぶって、まだ昭和暴れするみたいな、まあ、イベントもね、ありますからね、なんか今年もなんかそう言って考えたら今年もバタバタして、まあ、いいのかな、とりあえず決まってるのだけでももうね、いくつかありますからね、3月末ぐらいまでちょっと入ってくるので、だからまあ言ってる間にまた終わるの、そう、これが来てまた同じことを来年で番組その始まって終わり話してる、まあまあでもねどれだけ今年はだからその中身を膨らまして、いろんな人とね絡んでいけるかっていうところですよ。厚みのある一年にしていきましょう、そうですね、はい、ということで、まあ、じゃあ冒頭その行ってきたあのあれ車崎神社の、ね、はい、映像をね、はい、ちょこっとありますんで、まずそちらをね見てもらいましょうかね、はい、ではよろしくどうぞ。3年目お願いします。はい、ということでアーティスト TV、はい、1月の今日5日、ね、今年もやってまいりました。毎年の行事でまあこう来たわけですけども、ね、芸能の数寒いね、今日もね、今日寒いね、去年もうちょっと暖かかったのような気がしたけどね、まあちょっとまあ雨かなと思ってたけど雨はなく、そうだ、まあ、なんか先ほどね、この辺歩いてるところの、何本みたいなね、はい、あって見たら5度、5度寒いはずですね、まあこれからちょっと中の方ね、はい、はい、行きたいと思いますんでよろしくお願いします。あーって言いかけてどうするそんなの言ってるわけじゃない。あーあーあーってお風呂が冷たいよ、これは冷たいですよね、冷たい、一昨年が中谷住民騙されて会社騙したわけちゃいますけど会社なかったんで、ここにお守りはここですね、奥だこっちですかね、はい、お願いします。よし、何が惜しい、何が惜しいか分からへんけど、
さあ、はいはい、まあ一応参りましたけども、ね、今お参りしましたよ。まあ今年ね、これどうでした？まああのあれ、とりあえずまあいい仕事に恵まれますようにと。僕はあのこれですよ、今年はあの白い龍が登ってる映像が見えました。いつ？そこで、そこで。なんか悪い薬やってきたんじゃんか。バーッと思ってました。俺何白い龍がね。何にも感じなかったけど。まあまあでもね、あのなんか清い心で、うん、清い心で、ね、清い心であの願いましたんで。で今年はだからあれでしょ。あの絶対に触っちゃいけないあの三角の今年は触らないから、ね、俺は毎回触ってないですよ。去年はね、あんまりね、俺ねあれ興味ないんだな。あの去年はね、うん、あのあそこであの、うん、あのお金恵まれるっていうのが見えた、うん、だけどねあれ触っちゃったからダメだった。触っちゃったからあんまり恵まれなかった。そうだ今年は強い竜だからね、うん、それとはまた関係ないからね。まあね、何が起こるのか、まあ、それを ね何を暗示してるかですけども ね、まあ今年1年もねいい年になればいいなと、まあ、まあ思ってます、ね、まあこれからだからまたほら例のおみくじやってね、去年は俺です、大吉ですから。え、俺何やったかな、忘れてもらった。 あんまり良くないやつだったやったような気がする ね、うん、まあちょっと今年は挽回していいのを引き上げてたいと思います。行きましょうか。はい、お願いします。もう中行きます。ちょっと頼む。じゃあ今年行こうと思います。まあまあでもね、あれですよ、まあ、こういうのは、うん、まあね、お一番いいじゃないですか。なんかいいです。おいもうそこで分かっちゃうと、なんかね、基準人たちで分かっちゃうわけ。ここで分かったね。どういうことで、そうなの、うん、で、あれ、いや今年は来たね、うん、今日に朝方、これまあ、なに、アーティスト人はこれでこれで今年はね、あの視聴数もかなり上がりました。そうなの、いきますこれがたくさん今日ぐらい出てくる。あ、9番すごいです。中吉でございます。まあなんか当たり中途半端な当たり障りないな。それがたくさん相変わらず中途半端な当たり障りないですね。まあまあまあ、うん、悪くはないですかね。宝くじいただき、今の方で宝くじ当たってからでしょ当たる前にあかんでしょ。発見、この二人は何を願ったんでしょうか。見ないでください。やかましいわ。やかましいわ。お守り大バーゲンしてたから。何やねん大バーゲンって。大バーゲンしてた。お守り大バーゲンしてたからいっぱい買っちゃった。バーゲンしてどうする。主婦力主婦力めっちゃ高取るで。あかんやん、神様のものバーゲンしたらあかんやろ。まあ今年ね、お兄さんにどれがいいですか、お兄さんのおすすめ教えてくださいって、これがいいですよって言ったものを買います。なんやねん、自分の意見で買わんかい。まあこれで今年ねこの2人が活躍するのかしないのか、しないのか、縁結び、まあちょっと見物やな。見物やな。なんでお前縁結びでわざわざここに来るんだよ。あと縁結びやったんすもん。なんかあるんでしょこれ、どっか。はい、もうなんかねいっぱいいろんなあるんだよ。うん、こっちまで来たことないもんね。でもね、毎回ここまで来ないで帰っちゃうから、うん、これ駅だね、駅。そうなんです、私こっちに着きました最初。ほんま、ここで終わりなんじゃ。そうね、駅なんよね。駅なんだ。ちょうど来たぞ、なんか。これ何線？これなんか単線じゃないの、ここ。あの嵐山の。ほらめっちゃ可愛いやつ。
めっちゃ可愛い電車。なるほどね。駅ですわね。ど真ん前やね。とかあるとこ落ちたよね。これキッズカンパニーとかあれどこへんかな。でもいいしってことですね。これでも縦に書かれるわけやから、そうそうそうや、そうやね、そうやね。A 字やったらちょっとブサイクかな。俺 A 字だって A 字だもん、まあ、開かないねこれだってなかなか開かないできないでしょ。まあでもほんまはフリーかな。うん。これでもあれよ。この字がさ、転写されんならちょっとごめん。いやいや。それはちゃんと綺麗に書いてくれないですよ。そう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 。申し込み者はご本人でよかった。本人でしょ。関係者。誰か他の人だったでしょ。うん。どうも本人でやるのね。住所はモザイクだよ俺は別にいいけどな別に。あ、そう、ついに枝立ちますか。僕らの札はこれでいいのか。うん、これ全部入りましたね。じゃあ申し込みに行きまよ。行ってまいります。見ていただきましたけども、まあ、この日寒かったんよ。寒かった ねこれね。風すごかったもんね。で雨がさ、そう行く時は雨降ってたからね。車の中ねすごいずっと雨で、もうやばいなって言って、でもまあ着いたら、着いたらね、あらってしてね、びっくりした。まあまあそこそこね、まあ寒いのは寒かったけどね、まあやってまいりました。まあ今年もね、あれいろんな人来てて、なんか劇団員みたいな人とかね、なんかね、いろいろいてましたね。あと、なんか他にもカメラも回してる人なんかもいた。でね、なんかね、京都市のね、なんかね、なんかお堅い感じの、スーツ着てる人、ね、何人かこうね、団体でね、いてましたよね。だからまあ、いろんなね、そういう、まあ、芸能関係、芸術関係のね、関係者の方がいて。
ぱい、まあそこを訪れて ね、で、あれですよ、番組も3番組おみくじ何でした？あ、僕、うん、僕はあの中吉か中吉か、うん、で、去年は、まあ、去年は大吉ですよ、僕なら、あれか、大吉か、ちょっとまあランクがあれけど、まあ、落ちたけど、まあ、まあ、頑張りやって、俺でも去年多分悪かったと思うんだ、今日かなんかでしょ、ね、確か、うん、今日で、で今年は、ね、今年は大吉やったしかも1だって、1、うん、何1ってね1引いたね、うん、だからまあちょっと怖いですよ。何が起こるのかちょっと心待ちにして。なんかいいこと、まあ、あれいいことがあるっていうか。まあいいことがあるっていうか、まあまあ本来はさ、あれどういうことなんだろうね。本来はね、でもね、まあ健康でさ、まあまあ、まあ、健康がまあ大事なんだ。最終的にはその1月1日をさ、はい、健康でまあまあ。普通にこう笑顔でさ送れれば迎えれればさ、それが幸せじゃないですか。まあそれでいいんやけど、何かしらやっぱりこうほらいいことないかとかなんかこう期待してしまうでしょ。それはでもおっちゃんなんか当たるでっていう、俺は今年はこすっとやればね、今年はね当たりますようにでわーってやってる。去年はだから俺はあのね、あの何石、金運の石っていうの、あれは俺はこせるもんね一生懸命こすって、あの宝くじ当たりますようにっつって、よくよく見たら看板の横にあってそれこすったら当たるって書いてあるこすったらあの叶いませんよって書いてあるな、だから先に言えよダメやったでしょ、うん、まあ、今年はあのこすられずにね、うん、ちゃんと祈ってきましたんで、うん、まあもしかしたら宝くじ当たるかもしれないですよ ね、うん、まあでも宝くじの闇はね俺知ってるからあんまりやめんからね、宝くじはね、まあはっきり言って当たりません、まあね、まあ確率としたってねまあ相当なあれだもんね、そうそうそんな簡単にはね悪いですけど大事、ね、当たりません、まあね、まあなんかね、でも今回まあ行って、うん、まあ通常ですけど、はい、いつもまあ毎年ながら行ってますけど、うん、今年はほら特に僕たち的にはちょっと新しいことにチャレンジしよう言って、うん、まあね、うん、まああのどないするどないする言いながら、あの今年とうとう決めちゃったじゃないですか、3年目にしてついにあそこに僕らの名前も入る、名前もねお願いして ね、いろんな、うん、あの各著名人ですよ、うん、ものすごい有名な方々の名前が並んでね、うん、それこそもうエグザイルさんなんかもあるような、うん、あそこの中に僕らの名前が入るのどうなんですよね多分価値下げてまうじゃん、まあ、そんなもう失礼な話じゃないだろうという、ね、ことで今までずっと敬遠してきましたけど、今年はもう、ね、こんなところにはまだおいらの名前は高いやろって言って入れて敬遠かったけど、今年はちょっと入れさせていただいたね、もうあの先がないからね、そうそうそう、早めに入れてもらっていいのに、入れなくなっちゃうからな、生きてる間に入れなあかんのっていう話、体も、もうね、まあ、ね、もう大変し、入れてもらったら、やばいんちゃうということで、今年はね、入れさせてもらって、だからね、うん、皆さん見て、ね、まあ、でもどう、なんていうの、2ヶ月ぐらい出てましたっけ、そう、だからね、2ヶ月ぐらいに一応、うん、あのまあ、手でやっぱり書くんですって、うん、だからやっぱり2ヶ月ぐらいの時間と、うん、で、まあ、出来上がったら入れてくれて、うん、で、まあ、遠方の方はね、そうそういけないじゃないですか、うん、だからまあ、ちゃんと写真に収めて、なんか写真がね、送りますよって言ってたんで、うん、まあ、その写真で来たらね、そうそうそう、またね、見てどのどのあたりに俺らが、ね、そう鎮座したか、うんまあまあ、これでもちょっとね、楽しみだよね。楽しみですね。なんか、うん、本当に何にもない、あの裏の方とかに名前あったらどうしよう。ダメが気づかないような場所にとかね。まあでも、まあ、なんか楽しみの一つでね。ね、うん、今年もまあ行ってまいりましたけども。はい、はい。ほら、1月はイベント多いからさ。まあね。で、あの、ケニーはもともとさ、関東の方でしょ。うん、はいはい、だから、あの、その、ほら、こっちで言う、うん、そのエベスさんって、そうエベスさんってね、うん、あんま東京ってエベスさんって言わないんだよ。でしょ、なんかあの、うん、あれいつでしたっけ？おとりさんとかさ、そう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 、おとりとか、結局あるのでも一緒ですよね。なんかそのそう多分同じあのあれをつけてね、方法基準みたいな、うんうん、ま孫の手帳みたいな、ああいうのにね、そうなんかいろいろ飾り付けをやってね、そうそうそう、うん、だからあれがあれは普通は12月。なんかね、1の鳥、2の鳥とか3の鳥ぐらいのものなんか、それでなんかね、うん、あのなんか分かれてるんだけど、うんうん、なんか多分クレぐらいから
その曲。そうそうそう、なんかね、東京、関東の方の人はなんか、暮れぐらいになんかそうですね。そうそう、朝の人はちょっと、お正月前の暮れぐらいから、やったのね。やり始めるので。でも、ほら、こっちはもう、そのエベスさんって言ってさ、明けてから。明けて、その、大体まあ10日がね、まあ、エベスさんの本番日というか、で、その前の日と、次の日と、うん、まあ、大体3日ぐらいね、で、通常僕いつもそのほら、原神社のね、はいはい、あの鳥取恵比寿にずっと行ったんですけど、今年はほら、たまたまソロ楽の収録がね、うん、まあ、あの収録日とあったんで、で、それやったら、まあ、ちょっと帰りね、うん、ちょっと寄ってみませんか、いうことで、ちょろっと寄ったんで。それから11日だ。11日。本番日の次の日、だからラストの日になって、ね。ラストの日ね。うん。で、ちょっとまあね、せっかく帰り道やし、寄ってみよう、いうこと言って。で、まあ、たまたまね、ちっちゃいカメラ持ってたんで、それで、まあ、ちょっと道中ね、撮ってきましたけど。だからね、これね、うん、だから、この日に、なんかいろいろ起きてるんだよね。ああ、まだ、ね、今年の僕の人生を狂わせるようなことまで起きてるんだよ、これ。うん、11日の日。まあまあ、そうですよね。だから、これもちょっとね、なんかの縁やったり、いろんな、なんかね、うん、あるのかなと思いながら。まあ、その、詳しい話をまた、じゃあその VTR 明けにちょっと聞かせてもらって、あれします？はい。うん、じゃあ、とりあえず、その、今宮恵比寿の11日にね、はい、ちょっと行ってきて、まあ、ももちゃんね、ほとんど遊んでました。その映像をちょっとね、ご覧ましょうかね。はい、ではよろしくどうぞ、お願いします。見て白いの見えます、はい、これ入って、ね、めっちゃ寒いっすよ、入ってますけどね、入ってる、さあ寒いよ、でもなんかそうすごいですよ、端から端までずっと今ね、はい、食べ物やらいろんなもんが、まあね、これでもすごい量やな、ね、たこ焼き、なんかいろんな、いろんな、そう、なんかいろんな、いろんな誘惑に、ね、こう、ほら、いろんな誘惑にこう、駆られるけど。あ、これは欲しいな。これ欲しいな。あ、懐かしい。そういうふうにやりましょうか。え、やんの？やったな。いや、ええで。ええよ。俺の、じゃあ取るわ、俺。うん。金田さん、そこ持ってて、まさかの射的、射的やる俺に食いつくとは思わない、これいくらなの、500円です、細かいのお釣りある、お釣りある、なんか射的をするケンケン、やるよ、いいな射的をするケンケン、射的しちゃおうかな、縁起物ですから、まあね、縁起物でね、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、あの、知り合い、知り合いに遭遇しました、新喜劇をまとめてますあ、ありがとうございます、はい、忙しいしてます、すんません、おんまも、また今年もよろしくお願いします、こちらこそお願いいたします、びっくりした、失礼しました、ありがとうございます、あ、失礼しました、失礼しました、もうなんかいろんな知り合いがいっぱいいてますな、さあ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 、どない、ずるなしやからな、ずるなしやぞ、何狙う、さあ何狙う、何狙ってんやろ、おおさっき落ちなあかんね、落ちなあかんね、あれ、うん、重いで、うん、難しいね、落ちなやっぱこう狙うとか狙うのが妥当なんちゃいますね、おお、こういうことやろ、ちょっとうまいやん、ちょっとうまいやん、ミルキーゲット、ミルキーゲット、商品は重いんだそうやな、景品っていうのは倒れるけど落ちないです
そうやな。こんなんばかりもうじゃもう何すんのこれ。ガチャにもうちゃんと見ちゃって、ガチャすんのよ。飛んでちゃった。俺カチャンでいかない。飛んでんな。弾一発飛んでちゃった。え？そうなの。さあ。なんでや。いけた。もっとガチャンってやるなあかんねん。危ない。よいしょ。あかんね、重たいね。まあ、とりあえずキャラメルゲット、はいはい、ゲット、ありがとうございます。いや雪がバラついてて、雪キャラメルのところに咲いちゃうよ。いや熱いね。あ、うまそうやな。ゆき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 、面白いね。ね、こんだけいろいろ見てるから。あれもいろいろちょっとね、余計な出費やりすぎるわ。そうそうそう。うん、あ、そう。トリッキーなんだ。どこ、それだからあれでしょ、こっち行くでしょ。ああ、うん、じゃあお参りして。うん、ないでしょ、お前り。大体京都に来たったマジで。うん、ほんならまあまあまあ、あっちもこっち、オッケーオッケーオッケー。ほんならほんならで、これから今アーティストティーイエーイイエーイ、あっちセイビーカズキでーす。マジっすか、久しぶりすぎて。ちょっとエビさんと入れ越します。そう、だから多分ね、今日ね取材来るって言ってて、確かカズキは毎年いるって言ってたねって言って。あ、そうです、どっか言っちゃうんだ。だからほんで店をさ、店分からへんのって言って言ってたよな。そう、したらあれちょっとおるやん、なんかそうっぽくね。おるやん、ちょっとお手伝い。はい、バンドもバンドやってんだろ。あ、ちょっとね、今レコーディングエンジニアの方に押しつつ。え、そうなの。そうなんです。そうか、手に職つけよう思って。なんか逃げ道見つけたね。あかんで。でもまあ作曲カーッとしてやってる。そっか、じゃまたやろうよな。はい、もうぜひぜひ。お、なんかあのお参り行ってきたんですか。いや、まだ今入ってきて、うん、あ、なるほどなるほど。ね、どこにいるかなー目の前に一番ええとこ来て、ね、あ、よかった、うん、とりあえずこれも引き寄せやった。どこに行けばいい。ね、これまっすぐ行ってもらった。さあさあさあ、まあ、あれですな。雪降ってきた。雪降ってるよ、ね、うん、寿司がいいな。もうなんか笹持ってこいだからさ、笹食わなきゃダメなんでしょ、うん、これね、だからね、笹食べ物と茶漬けの場合じゃんか。まあ、それはそれで楽しんでいいじゃないですか。まあまあまあね、うん、ね、笹買わなくて、うん、なんで何あと、ほんでどういう風に買うわけ。笹をまずもらうか買うかなんかして、で、あとそれにいろんなものをつけてもらうんですよ。その鯛とか、はい、なんか千両箱とか。あ、それで金額がどんどん上がっていくわけ。うん、あのなんか熊手みたいなのはまた違うの。あの辺はまたその縁起物でね、あれはあれでもああいうやつをまだあのほら事務所に置いといたりとか、はい、飾ったりとかするやつ、会社とかに置いてあるんですね、うん、あれとはまた違う笹を売るやつ。まあ両方だから買いますけどね。ああ、そうなの、うん、そういうものなの。そう、笹は笹でこうまた置いといて、ほんでこの飾るやつは飾るやつで置いといて、はいはいはい、うん、そういうもので次の年にまたそれを返しに来て、いや、燃やしてくれるからね。まあ返しに来なということですね。うん、あ、女もありますね、なんか開運厄除け。あ、開運、うん、何これ、これなんかすごい可愛らしい。厄除け、こういうのいいね。あ、ね、車とかにくっつけてくるんですよね、貼るやつ。まあ、そういうのも、なんか、なんかこうね、こう
え、またなんか食いもんちゃいまんの。え、なんかこうやっぱ食いもんやん。食いもんやん。食いもんやん。これください。リンゴ飴を物色する件。ちっちゃいリンゴ飴がいいね。リンゴ飴を物色する。こんなもんみかんもあんねんね、今ね。いちごとかね。この辺の。カラフルね。いろんなのあんねんね。人間のカラフルになってきよるから。だんだんね。うまい。さすが。寒いね、今日ね。雪降ってきたね。雨降らへんかった。まあ雪の方がまだマシだけどね。まだね、雨よりはね。まあ雨よりはね。雨は傘持たなかったよ。足元がね。まだ雪の方がマシだわ。ありがとうございます。すごいな、もう。リンゴ飴を買う天気。そう。初めて見たな。なんで？おいしいや。おいしいや。初めて見たわ。おいしいよ、いや、おいしいのはわかるけど。なんかでも俺もついついなんかこうあれやわ、食べ物にやっぱり目いくね。ね。うわ、いろいろ買うね。ちょっとこれ。すごいでかいね。あんだけ足でかいってことは大元のイカってどんだけでかいんやってことでしょ。そうやな。本当でかいじゃん。すごいね。どうなの？これイカだけ。お。サザエとかもすごいで。いやでももうなんかあれやな、もうなんか知り合いに会うのも楽しいな。なんかいっぱい歩いてるね、なんだかんだ言いながらね。でもまあたまたまね、この日のこの時間にしかさ、こう会えへんねんから、すごいよね、このタイミングで会うけど。キャッシャーだぞー、ボールファクトリーのメンバーで、カズキが入ったね。すごいよ。うまや。縁起物買おう。でも、いや、どうせやったらでも、カズキ君のとこで買いましょう。そうだね。じゃあ、ここに寄ってみる？ね。はい。いや、あの、ソルファクのメンバーのカズキ君がいるお店で、服、ね。買いたいと思います。これいいやん、元気。奥焼きこれいいやん。すごいね、あやかりたい。これいいやん。ちょっと色どんなものがあるか見てみます。こんなんかわいいね。ん、置いとくやつ。あそうやな。なんかでも10万とか12万とかであったよ。もうごっついの。会社の人か。な。うん。すげえなー。豪華さ。でも今うちにあんのこんなんやけどな。ああ、それぐらい。こんなもんでしょ。あんまりさ、会社もないのにそんなでかいも多いだってさ、なん来てくれへんねんから。もうちょっと向こう側もちょっと見てみて。見たことがみんなある。で、なんかユンジさんユンジさんエローがあったもん。え、困る。出るよね。どうなんや、このマス。それ2、3000円ぐらいじゃないですか。うん、そういうのかわいいね。こっちあんだよ。うん。商売繁盛って書いてたな。商売繁盛って書いてた。商売繁盛。うん。でください。毎年1月9、10、11やってます。3日間。そうですね。だから10日が本番はいいんでしょ。うん。そうですね。本恵比寿。本恵比寿。今日ちょっと11日。うん。ずれちゃいました。僕は今宮恵比寿にいます。ぜひ。ぜひ毎年で行けるらしい。はい。なんかね、いるっていう話は聞いてたよねって言いながら入ってきて、ほんまにそこでそういうわけだった。びっくりするやん。そう。ほんで、どこにそんな店あるか分からへんのに、言うてここ来たら、おるやん。なんかもしかして違うか、あれみたいな。すごいですね。だからそういうの巡り合わせなんでね。ね。ありがとうございます。ではまた今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんで。ありがとうございます。入らへんで。入れられへん。食べすぎる。まだいいんだ。あ、じゃあフルーツ飴って。こんなのもあんやん。昔はリンゴ飴って言ったでしょ。今はもうフルーツ飴やもんね。うん。で、いろんなのが、ここからはそうですね。
ャロウィー。またなんかあれや。なんかこう可愛いな。なんかな。こういうの見たら絶対やるよね。あのでかいの欲しいわ。でかいぬいぐるみあれ。でかいのって。あれ子供か。え？子供か。え、でかいの欲しい。なんかこう500円で。でかいのかな。でかいの狙うってよ。また当てていきましょう。これじゃあ来週。大きい数字だって。大きい数字。はい。なんだね、見ちゃダメなんだよ。見ないんだよこうやって。え？あ、でかいっすよ。中途半端やな、おい。50番までやったら結構でかい目の数字。そうなの？100番までやったらちょっとちっちゃめの数字。あ、これくれんの？はい、これもらいました。これなんかうちの娘喜びそうやな。うまいな。ありがとう。ありがとうございます。このおっさんな、ほんまな、あれやね。カンバッチや、ね、カンバッチ。何や、わからん。何だ、どうだ。前に行ってな、何してるくらいで遊んでばっかりやねん。遊んでばっかりやねん。わあ、なんかもすごいな。招き猫。招き猫もなんかいいですよ。これもさ、でもこれもあれやで。あ、当てもんになってる。当てるの？うん。あ、くじか。うん。くじになってんのこれ。うん。くじといえばこのおっさんやりよんね。しゃあないな。もうくじといえばやりよんね、この。じゃあ1回、これは1回、はい、さあ何を狙いますか。ちっちゃいやつが可愛い。あ、それ一番可愛いのでいいです。そうね、それ可愛いですよ。こっちとこっちどっちに当たりがあるかな。一緒一緒やて。こっちかなと思いますね。あ、真ん中こっちで行っとこうか。さあ何が出ればいい。なんか番号大きい大きい大きいのだって。どうよ、見ないから。はい、ちょっと確認するわ。俺見てないからね。なんか中途半端やな、27。中途半端やな、おい。猫には届かんかった。あ、あかんかった。マジか。え、な、犬？犬じゃない。猫は届かんかったらしいぞ。なんでもなんかでかいのできたね。何あれ、ちょっと。あれ、それは何？そこに乗ってるやつ。お、あ、お。これ、ほら、当たりに近いんじゃないの。いいじゃん。当たりは当たり。ね、いいじゃん。ありがとう。これっすか。そう。これでもいいじゃん、今日。こっちやで、こっち。これ。ああ、かわいい。多分、あれ、勝負。これ、この緑やから、違うんじゃん。そうでじゃん。まあ、これか、これやねん、こっちの。これだ。あ、これいいじゃない、なんか。家に置いとく。まあ、犬年やから。犬年。もうなんかな。別にだぜ、招き猫を取らなあかんのに。くじって言うたらもうなんかやりおるっていう。びっくりするわ。え、なんか楽しいやん。招き犬になってしまいましたけどね。いやすごいな。招き犬。これは結構でもなんかほんま店いっぱいね。あ、また射撃あります。ただ恐竜やで、恐竜。これは俺やらずしてどうするって、ま、マジかよ、また。マジかよ、またこのオスは。どんだけ射撃好きやで。どんだけ射撃好きやで。はい、じゃあちょっといただきます。すげえな。ちっちゃいの難しそうだね。お、これなん、これ。はい、じゃあ。ドッキリ。目と指。おもろい。うわ、もうなんかこの遊んでばっかりな。行くで、行くで、行くで。これどれを落とせばいいの？あ、もうどれでも大丈夫ですよ。あ、上のでかいのも？
あんなん落ちるじゃん。ちっちゃいのをやってください。あ、ちっちゃいの、はい。あ、外れた、外れた。惜しい。お、1個倒した。お、すげえ、すげえ。じゃあ俺もこれ下の方がこっちで選ぶかな。だいたい角度が高い。なんか難しいですね。あれ、当たったけど倒れんか。こっち、こっち。おお、すごい。倒れればいい。あ、はい、そうです。これ良かった。もうなんか楽しそうにやっとるわ。倒れればいい。楽しそうにやっとるわ。あと一発しかないですから。でも全部でも、そうやね。子供や。子供やん。おいしゃった。2発、2個。これ、うん、すげえな。これ剣です。あ、ありがとうございます。イエーイ。剣ゲット。剣ゲット。もうなんじゃこのおっさん。イエーイ。剣を振ります。剣を振ります。おっさん。すごいね。犬は取るわ、剣は取るわ。ほんまやね。え、何しに来たんすか。結局欲しいものは何やろ。それやったらリンゴ飴しか持ってないって。それやったら縁起物買えよ。そうね、結局縁起物を買わず、ただただ遊び回ってるっていうね。ほんまやね。なんだかな。まあ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 、でもこういうとこ来たら ね、その気持ちはわかりますよ。これがあのうちの娘が好きやん。何何？ミニオン。あ、ミニオン。これは またやるの。またやるってか。これはね、俺のためじゃない。またやるってか。あ、たまにいいお父さん見せとこうかな。うん、まあな。パパ。パパ、いいパパ出て1回。お、2回。2回。1000円で4回にしますけど、いいんだ、いいんだ。1回でいいんだよ、1回で。1回で大きいの当てちゃうんだから、これ。1回でいいな。はい。2枚どうぞ。お、2枚できる。これ多分当たりって書いてある。これ何がね、どういうこと。大きい数字やったらでっかい人形。おもちゃと簡単、41。なんか今日全体的に低かったですよ、数字。見てないよ。低いな。25って。25。もう一枚、パパしっかり。これやな。低いな。しょうがないな。あのクリスマスバージョン可愛いな。可愛い。ね、あれ欲しいな。これだってユニバでしか買えへんから。あ、そうなん。そう、似たかやったか。似たかやったか。ほぼほぼ変わらんな。28、買いますか。もう、もうこれ何くれんの。28はこれや。この映画のワンシーンのやつのハガキ。あ、ま、もう映画のこのいっぱいのがいいね。いっぱい。あ、いっぱい、それいいね。それいいね。あ、もう1枚これね。あ、いいね、うん、はいはいはい。あともう一回ずつやったらもう半分ずつ確定しますけど、どうですか。いいよいいよ、うん、ね、いいよいいよ、うん、いいよこれ、はい、運気よね。はい、ありがとうございます。もうこれはだからまあ娘の、うん、僕のじゃない。そうやね、娘のプレゼントに、うん、はい。ただまあ娘のプレゼントだけど楽しんでるのは俺、うん、そうやねん。僕らの娘で楽しんでる。なんだあれ、ラッキーボール。もうええで。なんだね、もうええで。スマートボールみたいなやつじゃないですか。あ、こっちにもあるで。もうええで。こっちにもあるで。もうええ、もうくじ引きせえやし。わが、もう射的とくじ引き多すぎや。あかんわ。あれ、これ、バイキンくらいなの。うまいね。もうなんか、はい、やりすぎやで、このおっさん、ほんま。縁起物かい。下げてから頭入れてない。うん、どこの国のスウェーデン。スウェーデン寒いもんね、はい、これぐらい大丈夫。
もっとそういえばそうね、そうだよね。まあそうやけどな。どれ狙おうか。どれ狙います？どれ狙う？大丈夫？ゲームがいっちゃいますね。ほんまに。細かいね。ゲームなんか落ちるか？落ちるかい？うん。びっくりと思って当たったけどびっくりともしないの。これ20発ぐらい当ててちょっとずついかなかったら落ちるんちゃう。ほらもうとりあえずチョコレートとかガムとかそうやね、行きましょうか。そうやね、とりあえず硬いところで、硬いところで。じゃあしんちゃん行きましょう。しんちゃん、はい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 、あれこれ倒れただけじゃダメなんだっけ。落ちなきゃダメ、バーンって落ちなきゃダメ。ああ落ちなあかんね。もうな、射的マニアか。あれ重いんだおい。もうちょっと軽いどれだ。軽いやつはどれや。おお。軽いのこの辺か。そうやね。落ちねえな、おい。全部止まってます。なかなか難しいな。キャラメルでこんなね、落ちないってことはね、あのゲームは落ちまへんで。うん。じゃあね、どれ行こうか。どれやったらいいって言うかな。あのね、残念。回ったけどね。終わっちゃったの。あ、なんかくれるの。あ、ありがとう。飴いただきました。なんやこの満面の笑み。飴ちゃん。もうやめとけ。縁起物かい、それやったら。びっくりするわ。重いの。マグロさん、ピケってこんな重いの。重いね。ね。うん、すげえ、ずっと向こうまであるで、うん、これどこまであんの。結構かなりでも多いぞ。だってこの通りだけちゃうもんね。すごいね。なんなんそれ、うん、まず行ってんだ、うん、いらっしゃいませ。寒いわ。もうそろそろ行きましょう。戻ってみる。さあ、リンゴ飴。リンゴ飴買ったやん。リンゴ飴買ってるやん。あのね、これが何これ。ラッキーボール。スマートボールみたいな。ラッキーボール。じゃあ番組締めてラッキーボール。ラッキーボール。ラッキーボール。遊んでばっかりやん。じゃあやらしてよ、ちょっとラッキーボール。いやいや、いいけどな。はい、どうすればいいの。じゃあラッキーボールいきます。ラッキーボール3分、はい、これいきますか。はい、ミッキーさん、ミッキーこんばんは、ミッキーさんです、うん、かけるよ、うん、いきます。おう、うん、入ったで。要はだからそのビンゴ状態ですよね。うん、難しいな。届いてない。あ、ほんま、この真剣に。おおお、今惜しかったね。真剣に遊ぶ親父。ね、お難しいな。難しいね。難しいね。あれ。なんかね、これなんとなくね、分かってきたなって言ったら終わっちゃいそうな気がする、うん、分かってきたらなくなるような気がする、まあ、この感じね、なんつって分かった時にはなくなってるって。ほら、来た来た、全然関係ない、これ斜めになってないよ。おお、あ、あれ、なるほどな。あぶいね、今日。うん、あ、惜しいな。この7に並ぶと何なの。これすごいね。あ、ぬいぐるみ。なるほどな。あ、そういうことか。お、入
りには入るけど全然違うとこ入ってる。うまいな、なかなか揃わんね。おい、あと2個、うん、玉4個、うん、可能性は可能性はある。おお、惜しいな惜しいな、まだ可能性はある。あと、あー、ちょっと弱すぎた。まだ可能性はある。これが外れた時点で終わりか、ゲームセットそういうことやな。見どころ作りたかったな。見どころ作りたかったな。番組としてはそうやったな。おお。でも結構人気。すごいね。僕も入ってる、ね。まあまあ入ってるね。でもね。おまけで入れてくれんの？ラストチャンス。お。お。あとここかここ。これね、俺持ってるから。分かってるな。分かってるね。番組を分かってくれてるね。持ってるよ。俺こういうの。これビビってまうの。何やねんそれ。何やねんそれ。ビビってまうの。ビビっちゃいました。あ、じゃあこっちで。あ、何？かわいらしい。消しゴムだこれ。消しゴムだねこれ。これいいじゃん。かわいいじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。さ、はい、というわけで寒。寒いで。はい。2018年、ね。まあまあこれでいい年になりそうじゃない。まあね、縁起物買いましたし、ね、縁起物をいっぱい引かせていただきました、はい、今年はおっさん遊びに来てるみたいな。そのくじ、チーズ好きやな。あのくじと射的がこんな好きって知らんかったもん。いやもうだってさ、くじ、ね、と射的見たら絶対に寄っていくもん。もう、まあ、あの円札ポケットから出してるもんね。楽しいもんね。まあまあいいじゃないですかね。そうそう、あのだからもうね、あのお飾り買うのと同じぐらいの金額前やで茶的に使わせていただきました。まあでも今年もね、良い一年でありますように。はい、はい、今宮恵比寿からでした。とスタジオさんお返しします。はいはい、ね、リンゴ飴美味しかった。リンゴ飴もうさ、あのなんていうやろな、射的のリンゴ飴で終わっちゃったから。あのね、いやいや、まあわかりますよ。あそこ歩いてたらもうあの匂いと、ね、あの感覚でやっぱりね、どうしてもそっちに走りたくなる気持ちはわかるけど、ほんまに俺はエビス関係なかったかもしれない。もうエビスなんか何も古くないの。射的めっちゃ好きやねんこのさ。うまいでしょ射的なんか。まあまあね、あいや俺あんなにさ、いろんな店で3回も4回もする人初めて来たからね。そうだ、射的を普通大体どっか一軒でこうやって、まあまあね、それで納得するじゃないですか。なんかもう景品が違ったらもう、あ、ここのなんかここ恐竜やでもほら久々にさ、あれじゃない、うん、やつと会ったの。いや、それがね、これめっちゃ不思議な話でさ、まあ行くって言ってね、まあ一番その今宮さんに近いところにね、まあ、車止めようかっつって、はい、でその車の中で、その話が出たんよね、はいはい、そういえばそのソロバクのね、メンバーの岡崎くんがそういう家業をね、あって、いてるんじゃないかなみたいな話してて、えそれで どこの、なんて店ですかって、どこですかって言ったら分からへん、知らんからさ、ほんならさ、あれだいぶ店あるからね、もうめっちゃあるわけですよ、その通り一本じゃないから、裏道もあるし、この横道もあるし、そんなもんどこにいてるか分からへんでさ、そんな会えるわけないやろ思って、なんかせっかくやのに残念やな思いながら車止めてさ、ほんで、ちょろちょろって入っていったら、真ん前にいてるんやもんね。びっくりする。あれはなんなん、うん、だからねえ、なんかそういう縁があるっていう。いや、ほんで最初さ、ね、その駐車場もさ、止めようと思ったところがね、はい、満車やって止められへんかったりして、結局違うところに止めて、そうそうそう、止めに行って、でそこから入ったわけでしょ。そうそうそう。でそやからあの確率はすごい確率ですよ、ね、うん、でたまたまもうなんか入っていって、うん、こうなんていうの、電車がいっぱい並んでてね、そこがバンってこう開けるところがあって、そこにボンって出た瞬間に、うん、俺ちゃんこっていう話になってそしたらそうやったよね、びっくりするよね、あんだけの店の中でたまたま偶然会うっていうのがね、びっ
くりした。ほんで久しぶりにね、ね、うん、なんか今年あたり音出したいよねなんていう話をしたら、やつもね、いいんじゃないですかなんていう話。いやいいですね、なんかそういう話ね、できるの。もしかしたら、ソウルファクトリーが、今年、復活する可能性が出てまいりまして。おでもやっぱ復活といえばだよ、まあ毎回のことですが、やっぱりモンスターナイトですよ。うちらはモンスターナイトで毎回何かしらね、まあまあね、復活したりとか何かのきっかけをいただいてるわけで、まあまあね、そうでしたね。今年もね、できればモンスターナイトがあれば、まあ僕らもソルバクで参戦したいかなって思ったりもするんですけどね。なんかそれないの？モンスターナイト、モンスターナイトやれやれっていうことですか？いやいや、もうやってほしいよね。でもあんまりやってもらったいないよね、まあ、毎年やってほしいもん。そう、僕もやりたいんですよ、やりたいんですけど、なんていうのかな、忙しいとかもあるでしょ。で、一番ほら、その、場所選びがいつも困難してたじゃないですか、まあまあ、そうね、その、何時までしか音がダメとか、ここはそのドラムが叩けないとか、いろんなそのあれあって、まだちゃんとしたそのホームの場所がね、決めきれてなかったから、それでまあちょっとね、去年はもう丸1年だからやってないのかな、なのでまあ今年はね、はい、やりたいやりたいですね、なのでまたでもまあそれもさ、その集客も大変やからさ、まあね、やっぱほらちょっとこうね、傷メイクをしてたりとか、まあコスプレの格好をしてたりとか、一応その、そういうイベントだもん。そう、一応そのね、参加条件っていうのが、まあ特殊メイクとかコスプレとか、まあ何かしらそういうね、ことをしてないと、まあ入場できませんみたいなイベントやったんで、いつもまあもうなんていうかこう、学生の子とかね、僕のなんかもう身内に近いような子ばっかりが来てくれてたんで、ね、もっとやっぱりその外側のね、その外部から広げたいんですけど、大体は傷メイクの人が、まあどちらかというと主で多かったでしょ、今はね、まあ、なんかもうちょっとこうほら違った形でハロウィンっていう意味では、まあ、コスプレはちょっとハロウィンっていうのと私は違うかなっていう気もするけど、まあでもね、その日だけはなんかハロウィンのその日だけはもうそういうなんかくくりもなくていいのかなっていうなんか今の時代じゃないの、なんか全体的に、なんかそういう部分で共存はしてほしいなと俺は外の人間から見るとそう。いやだからそれ俺前から言ってたじゃないですか、別に俺は全然その一緒にやりたいんだけど、なかなかその接点がね、ないんですっていう話で、だから南国でイベントとかやってもなんかその僕らがやってる、あ、まあね、ね、後ろをライブとかそういうやつだけど、なんか素通りしていくだけで、その接点がもうまずなかったからね、なんか一緒にね、できたら一緒にいただくっていう、楽しいんじゃないの、まあ、ずっとそれを思い描いてて、で、まあ今回あれですよ、ある方をね、その紹介いただいて、で、まあ今回そのいろいろお話を聞きたいということと、まあできたらそのね、番組の方にも参加してほしいですっていうことで、お願いして、まあそれがまあまあまあ本当にコスプレのなんていうか作品にしてもらったのすごいんですよ、はい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 、で、まあこういう方とまあなんか一緒にできたら、なんか広がりがやっぱり出るんじゃないかなと思って、でまあそれで無理にね、はいはいはい、番組の方にもこうちょっと参加していただけるようにお願いして、なんとようやくその7承諾をいただいてですよ、ね、本日来ていただいております。お、はい、今日からじゃない、いや一応レギュラーから、まあ、一応その MC としてね、記念で、参加していただいたらもう嬉しいかなと思ってます。はい、いやもうレギュラーでしょ、今日来ちゃったね。レギュラーでしょ、もうね、おっさんもいろいろ無茶苦茶するからさ、今日来ちゃったね、レギュラーでしょだえ、いやまあまあレギュラーでねやっていただいたら一番ありがたいですよ。はい、ということで、本日来ていただきました黒木羊さんです。イエーイ、来た違うやろ、花あるよ花、
いやいや、ほんでね、今回だからまあ黒木さんをね、はい、紹介いただいて、まあ、ちょっとねお話しさせていただいて、でやっぱりその特殊メイクってコスプレってね、はい、なんでそのね今までほんまにその接点がなかったんだって、すごく俺なんかは接点あるように思えるけどね、なんかね今まで、そういう世界があるっていうことすら知らなくて、素人でなんとかやろうとはしていたんですけど、まあ、だってそのコスプレの子たちってさ、自分でそのメイクをしたり、まあね、コスチューム作ったりさ、まあまあまあ、手先も器用でしょ、まあ そうだよね、でそういうことをもう全部自分でねこうやっちゃえる人が多いので、うん、あれなんですけど、ちゃんとした知識をどこから仕入れたらいいだとか、うん、もう本当自己流すぎて、はい、そういうちゃんと教えてくれるところがあればなって、はい、うん、思ってたんですけど、その窓口を知らないっていう、ね、そういうことか。いや、なんかあれだね、面白いんじゃない、ここでなんかこう、うん、だいろいろと知り合えて、いろんなことが今回ね、そのご縁いただいて、ね、やっぱり僕らもなんていうかよりね、そういうコスプレの人たちと何かまあ可能性が出てきたわけじゃないですか、うん、だから本当にあれ今年行ったらモンスターなんてできんじゃないの、だからできんじゃないの、待てよ、全ての条件整っちゃったんじゃないの、音楽と、うん、何特殊メイクとコスプレと、うん、これ全部あったね、これいけんちゃう今年これで、まあだからこれでね、なんか生み出そうかなっていう、ね、やりましょう、今からさ、こうちょっとずつ言っていかなあかんのに、いきなりダイレクトで、そんなのね、俺はこわごわこわごわじゃあ違うよ、俺ね、実はね、クロちゃんとは、あれなんだよ、1年前に出会ってるんだもんな、あれなんかね、番組見てる人は知ってるから言っちゃうんだけどね、ソルファクサミットで、去年のね、ちょうどね、何月ぐらいかな、3月とか4月ぐらいかな、に、アリスと歯車っていうね、うん、第2回目のアリスと歯車っていうのが行われたんですよ、うん、でそれをアーティストさんがね、いろいろ集まっていろんな出展をしてるっていうような会場だったりとか、そこにちょっとコスプレーヤーさんがいたりとか、いろんなショーをやったりとか、うん、そういうイベントがあって、そこに取材で僕がたまたま行ってたんです、うん、で、取材で行ってた時に彼女が客で来てたんだ、うん、はい、仕事関係なく客で来てたんだけど、うん、完全コスプレな状態で羽をつけて、うん、そこにいた、うん、あ、そうでした、たまたま僕は普通にこうね、こっちのアーティストさんとこうね、喋ってたわけ、その番組でカメラ回ってるから、うん、で、喋ってて、紹介をしてたら、うん、後ろの何かパサパサしてるの、この辺で、なんだろうなと思って振り向いたら、羽がついてる人がいたって言って、すごいな、何これ、羽ついてるやんっていうので、うん、初めてそこで会話をして、で、あとっと聞いたら、うん、いや、モデルやってて、うん、ってこういうことやってるんですっていう話で、あ、そうなんやね、うん、っていうことで、まあ、そこで一旦知り合ってるんだけどね。うん、でその後ね、そんなに僕らも仕事の接点がね、うん、こういう仕事ってあんまりはないんでね、うん、ずっと会ってなくても1年経ってる状態だったよね、うん、ただ活躍してるのもね、ツイッターとかいろいろ見させていただいて、それを分かってたんですけど、うん、で、ね、なんかで今日来たらさ、うん、なんかあれ羽の人だよねって、羽の人いる、羽の人羽の人いるやんっていうね、いうところから、うん、俺っていう話になって、だからインディアナもレギュラーにしてた。ダメなの？いやいや、全然。それレギュラーね。うん、全然もうない。もうスタッフが拍手してるよ。お願いできるならほんまにね、そういう形でね。よろしければ、はい、はい、あ、よろしく言ったね、今いいんですか、番組の中で言ったね、今ね、これね、ほら、まだちょっとそのコスプレ寄りの人がまだ見てくれるようになるから、ああ、そうね、まあ、私としてももうすごいいいじゃないですか、ありがたいでしょ、だからね、ぜひぜひ、私自身も勉強させていただきたいです、いやいやいや、もうなんかね、こんなゆるい申し訳ないですけど、でもすごいよね、うん、でね、普段だからその黒木さんは、うん、まあまあ結構その自分のキャラクターをいろいろこう演じてたりしてやってるのをちょっとまあ僕も Facebook とか Twitter で見るんですけど、普段は
どういう活動が多いんですか、その。そうですね、うん、写真撮影、その静止画の撮影が一番多いんですけども、うんうん、あのこういう世界を作りたいだとか、うんうん、この場所にこんなあの生き物がいたら面白いよねっていうのを、うん、最初はそのコスプレ、その作品があっての、そのキャラクターを演じてたり、うん、そのキャラクターがここにいたら面白いねっていうのをしてたんですけど、だんだんそれがあのキャラクター作品に縛られないような、もっと自分 の、うん、あの想像したい世界だとかをしていくにはどうしたらいいかなと思った時に、半径ものではなくて、うん、オリジナルですね。そうです、創作のオリジナル、でもその辺からはもう特殊メイクも生きてるんだからさ。あのね、まあ僕その作品もね見せてもらったことあるんですけど、いやまあまあすごいですよ、あのその世界観とかね。でやっぱりその物語をちゃんと自分で作ってるから、あのなんていうのかな、そこから進化することもできるし、うん、だからね、通常のまあまあいわゆるそのアニメコスプレやったらそれだけで終わってしまうでしょ。そうだよね。でもアニメの世界は世界であるわけやから、ね、崩されへんし、ね、うん、ね、付け加えもできへんし進化もできないじゃないですか、うん、でもオリジナルだったら、うん、まあまあそっか、自分でストーリーを組み立てられるでしょう、ね、進化できる。だからいやそれを見た時に、あこれ逆に、はいはいはい、その進化の過程とか、例えばその今までの、うん、その昔の過程の部分を、うん、作ることができるんやったら、うん、なんかうちのその特殊メイク的なことも可能じゃないかなと思う、ね、その気がするよね。普段やってるのがその悪役だったりだとか、うん、その戦士だったりだとか、うん、どっちかというとこのにその世界に、この世界に通常いないものが、うん、あたかもこの世界にいるかのように写真で撮るだとか、うん、その動画で撮るだとか、うん、そういうことがすごい面白いなと思って思ってしてるので、うんうん、まさになんかちょっと日常ではありえないような世界を作れたらなと思ってます、うん、そうでね、まあとりあえずさ、その黒木さんを紹介するにはやっぱりそのね、うん、通常のなんか作品的なものを、はい、あの見てもらった方がいいじゃないですか、うん、皆さんに。そうそう、分かりやすい。でそれちょっと画像をね今回ちょっとお預かりしたので、ちょっと一旦そっち側をね、あの見てもらいましょうか。はい、あのそっち側見てもらって、分かりやすい。はい、またあの詳しい話をね聞きたいと思いますので、うん、ちょっとじゃあ画像の方をお願いします。はい、うんうん、はいはい、これが映像ですけども、これは何ですか、これめっちゃかっこいいの。これは N77 っていう、その自分で作ったキャラクター名なんですけれども、アンドロイドの女の子っていう、はいはいはい、そういうキャラクターかっこいいですね、これね。でもやっぱりその通常の人ではなくて、ありえないようなアンドロイドっていう設定で、衣装も自分で作ったの。あ、衣装はですね、これはちょっと特殊舞台系にしたかったので、にちょっといろいろ、ああなるほどな、うん、はい、始めてきました。へえ、かっこいいね。ありがとうございます。めちゃかっこいいな、うん、これもそのシチュエーション違いでね、はい、これあの撮影場所っていうのはまた、あ、スタジオです。あ、これスタジオなの、はい、外じゃないの。外ではないです。うーん、外っぽく見える。なんかスタジオを借ります。そういうスタジオは、うん、めっちゃかっこいいな。これまた違うキャラ。あ、これはあれか。同じキャラクターです、うん、あの。マスクを外したところっていう、ちょっとシチュエーションをつけてまして、さっきまではちょっと自分で警戒してたんですけど、うん、それを解いて終わったよっていう、あのそのシチュエーションをちょっと作ってみました。カメラマンさんの。すごいなぁ。これは、そのちょっと息抜きに食べてるところだとか。うん、これでも、プロのカメラマンさんが撮ってくれてる。あ、一緒に組んでる、うん、カメラマンさんがいる。あ、いるの。そうなんです、そうなんです。これでも、あのカメラうまいですよね。本当に上手な方です。うん、で、あの一緒の世界観が好きだったりするカメラマンさんなんで、なんか分かり合えるんだね。はい、あ、そうです、そうです。それ大事だよね。それは大事。それね、一番大事だよね。うん、表情とかをさ、やっぱこの、うん、何なのかな、捕まえるのうまいね。あ、はい、ね、ストーリーを作るのがすごく上手だよね。おお、なんかかっこいい場所やん。あ、同じカメラマンさんにさせていただいたんですよ、ね、うん、これは屋外ですけど、うん、で一緒にいてるの
一緒に。あ、やってんの。うん、そうなんや。そのシリアルチルドレンとかいうそういうあの団体名、うん、あの、うん、作ってこの世界観をちょっと、はい。何人ぐらいで？これは2人なんですけれども、今ちょっと団体で、はい、あの悪役連合っていう団体の、はい、あちょっと悪っぽい名前なんとか紹介みたいな。まあでもさ、俺らもやっぱりほら、どっちか言うたらヒーローをいうもんよりその悪役の怪獣の方が好きやからさ、うん、それはあるよね。コスプレイヤーだとか、そのシンパンカーだとか、あの音楽アーティストだとか、スワーゲーマーさんだとか、あのいろんな界隈で活躍されている方と、うん、あの今一緒に、コラボレーションしてまして、やっぱりだから広がりがあるよね。はい、その自分の世界観を作りたい、自分の世界観を作りたいってやってる方が、いろいろ集まってくるので、その世界の融合というか、はい、ちょっと本当に。ミュージックビデオとか、そういうの、作ってみたいなとは。で、なんかその、ね、背景の色とかもすごい凝ってていいですよね。あ、これ、私の一押しのキャラクターなんですけれど。やってまして、これは何をイメージしてるんですか？ゲームの中の、ラスボスですね。あ、まだ現在いるんじゃないですか？いないです、いないです。自分の中で、自分の中でこういうボスがいたら嬉しいなっていう。悪役がすごい好きなんですよ。めっちゃかっこいいですよ、これ。これも今だ、こういうのって作るのに、これぐらい時間かかるの？もうこれ、服は既存のものなんですけど、1ヶ月あれば、ちょこちょこっと。1ヶ月で出来てるの？あれはライオンボードっていう、そうですね。多分。サンペルカとか、そっち系の、軽いやつ。軽い。でも全然その知識がないままなので、あんまり近づかれるとアラダですね。いやでもそんなんまただってカメラってね撮ってたら、いやまたでも全然そのあれやりますよ、その作ってくれる。いやでまあうちそれも全然やりますけど、まだそのなんていうかね、作り方っていうか、こうやったらこうなりますよっていう、そういうものがあればめっちゃ嬉しいです。本当に全然大事よ、知りたいところなんです。すごいこの長い光の入れ方とか、うまいですよね。これ主人公が、やってきた時に出迎えるっていうシーンを作りたいって言って、カメラマンさんとどうだこうだってやってます。でもすごいよね、なんかキャラクターによってちゃんと違う人になる。ああ、そうそうそう、それはね、そう思います。すごいよな、ありがたいです、そういう風にできたらな。かっこいいな、衣装とかもかっこいいな、かっこいいな。お、これまた違うあれですよ。これはアクセサリー、シルバーアクセサリーの方とちょっとコラボしてたキャラクターなんですけれども、天使なんですけど、いいものの天使ではなくて人造天使、人に作られた兵士用の天使っていう、ちょっとそんなキャラ。これはなんかでも特殊でもうちょっといじれるかな。あ、ね、あ、はい、まさにちょっとキメラみたいな天使作ってる。こだわりがあるの？例えば世界観を出すにあたって、やっぱそのスチールのカメラと、はい、やっぱその V っていうかね、映像としてのものいろいろあるじゃない。そういうのにやっぱこだわりが自分の中であっても、やっぱりそのスチールの一枚っていうその瞬間っていうのが、例えばその世界観になった。そうで、例えば映像になるとなかなかその一瞬っていうか、そのタイミングでっていうのがないじゃん。思いながら出たり。いやでも静止画はその今までずっとやってきてた、スチールをやってきてたことなんですけど、でもやっぱりその映像、にはちょっと行きたいなと思いつつ、ね、知識があるのそこも。そこはやっぱね、一番やっぱね、気になるところがやっぱそのシチュエーションがきっちりはまらないって世界観で、それがやっぱね、偶然のものだったりとか、例えばなかなか作って作れない世界観なわけ、はい、そこが難しいかもしれないけど、それできたら最高だと思うよね。そうですね、それを挑戦していきたいですね。
うん、やりましょう、ぜひ。ああ、うん、ぜひよろしくお願いします。楽しみです。今もこういうスタジオがあるんですね。でもなんかいろいろあれですね、いろんなキャラクター演じてるんですね。めっちゃかっこいいですね。すごいな。もうその本当にいろんな方なんですよ。もうコスプレイヤーではなくて、あのサバイバルゲームにちょっと全国的に有名なサバイバルゲーマーさんがいらっしゃったり、そのハロウィンのパーティーを主催されている方だったり、スチームパークのイベントを主催されている方だったり、そういう人たちがみんな集まって、あ、そうです。はい、これはサバイバルゲームの、サバゲーマーさんが主催してくださって、そのレイヤーさんたちはそのゲームを知らないので、プレイ的なイベントを、フィールドを貸し切ってくださって、やっぱり場所がいいですね。あ、はい、うん、面白いね。でもこれでも本当にそのゲームをやってる状態の中で写真撮ってる。ああ、いえ、あのゲームはやってるっていう手で、撮影の時間を設けてくださったんです。あ、そうなんですね。これも本当に世界の融合というか、撮影もしてゲームもして、楽しそうやな。あ、めちゃくちゃ楽しいです。イベントは普段は結構あるの？そういうの。あ、いえ、もう悪役連合で作って、はい、今ただまだ1年も経ってないんですよ。まだ集まり始めたばっかりで、アリスと歯車、ちょうどあのあたりですね。例えばイベントには普通の一般の人に、例えばこんなのやってみたいなとか、こんな格好をしてとかいう人たちは参加できるわけ？いえ、まだそこまでそういうイベント的なものにはなってない。まあやっぱり何か、やっぱりでもあんまりこういうのも多くなりすぎるとまた収集がつかなくなるし、世界観が違っちゃうな。だから今ゲームとしてやってるわけじゃないの。ゲームにみんなが参加してなんかっていうわけじゃないの。まだその制作段階なので、どこまでどうなるかはちょっとまだ模索中なんですけれども、まずは連合内で。よくね、なんかほら、こういうイベントって、まあ、東京なんかだとね、でかいところでやってたりとか、なんかいろいろあるじゃん。ああいうのって、こういうのはまた、あれはまたあれで、ね、そういうアニメーションとか、そういうなんかゲームのキャラクターのコスプレの人たちが集まるやつ。それはまたこれ、それとは違うものというか、違う感覚で見た方がいい。どうでしょうね。そのなんかコスプレっていう中でもいろんなあれがある。俺あんまりよく分かってないけどさ、普通に聞いちゃうんだけどさ。いや、でも今まではその、本当にそのコスプレイヤーの人はコスプレイヤーだけで集まって、そのあげるも多分まあそうでしょうね。そうだよね。だってやる内容が違うんだもんね。で、またその好きだって言ってるものも違うわ。そうです。もうその世界、その世界だけで集まってたことが多いのかなと思うんですけれども、それはちょっと一つになるっていう、すごいね。はい、それは面白そうだな、それはそれでね。ちょっとでもその中で、そういう別々のものが好きだって言ってる人が、そこに集まってちゃんと満足できてるから、そこに集まることが楽しいんであれば、すべての人ね、その違った、まあ、ジャンルって言ったらジャンルっていうのかどうかわかんないけどね、全て違うジャンルの中でもみんなが納得いくその一つのなんていうのグループなんであれば、すごくそれってすごいことだよね。画期的っちゃ画期的だよね。はい、ね、そのいろんな力を融合させるみたいな、ね、まあだってあれもまあまあそのそれぞれそのやってること違っても何かしらその共通点ってある、だから、それをで多分一緒になってるんやと思うんですけどね。それって何なんだろうね。それがその世界観の問題なのかね。
まあじゃないですか、あと非日常とかやっぱりその、うん、そういうところでしょう、ね、でもなんかもう例えば僕がっていうね空想する中での世界と、例えばそこに集まってきてくれてる人たちの空想の世界が、うん、そこでバシッとそれっていうのが、はい、こう噛み合ったらそれって生まれるものなのかな、うん、そうですね、それとその自分の世界と相手の世界をまた融合させていくと、はい、あそれもそれで面白いかもしれないね、はい、あと大集合みたいな、うん、なるほどね、まあこれなんかでもすごいいい写真ですよね。これはその、あの作家さん、アーティストさん、ワイヤーの造形をされてる方なんですよ、うん、その方が あのスタジオですね、うん、を借りて、あのその作品とコラボレーションして、うん、あの写真集を出させていただいた時のなんです。これ面白いですよ。そうやってみるとね、うん、僕のそれ勝手なイメージなのかもしれないけど、僕の勝手なイメージで言っちゃうと、どっちかっていうと、その女の子の格好してても、はい、結構コスプレイヤーさんとかって、なんかボイッシュに俺思えたりするの。カツラとかがさ、なんかちょっとボイッシュだったりするじゃん、色が入ってたりするか、うん、なんとなくね。うん、この写真見るとさ、全然そういう感じしないの。あ、ですか。女性のラインがちゃんと、なんとなくね、はい、あの感じさせるよう な気がするのは、まあ、それ僕の見方だけやですけど、なんかそういう風に見えるの、うん、なんかね、男の子作ったり女の子作ったりしてるね、うん、これはその女の子のアンドロイド機械人形っていう設定をいただいて、その造形とコラボしていたので、ちょっと女の子のイメージで、なんかだからそういうのってすごく、うん、すごくない？だからなんか僕の勝手なイメージかもしれないけど、結構ね、女性がコスプレしてる人たちってなんとなく、うん、まあ、僕からするとちょっとこうボイッシュな感じに思えたり見えたりしちゃうんだけど、なんかやっぱそこはちゃんと使い分けれるね、なんかやっぱすごいなと思うね。生まれ持った性別は女なんですけど、まあまあね、あの、はい、そのじゃないあの世界観の表現だとか、ここにないものを作る、実際ないものを作るっていうところが面白いですね。それを作れるっていう。そうだね。声やってる人なんかはそうなのね。男の人の声をやるじゃん、女の人って。女の人の声やったら女の人の声ちゃんとやろうでしょ。そう。ああいう使い分けとかにちょっと似てるのかな。はい。なるかもしれないですね。街中なんですけど、うん、あのその造形作家さんとあの造形を使わせてもらって、はいはい、そのコラボの撮影をしてたんです、うん、実際にその角が生えた女の子はいないけど、もし街中にその角が生えた女の子がいたら、うん、っていうシチュエーションで街を歩きながら撮影してました。あ、これですね。なるほどね。なんかこうやって見たことどうかよ、うん。いやでも本当にあの写真ね、そのバックとかの全部その背景とか色とかもすごいね、はい、うん、考えてやられてるな。そのシチュエーションを作ってもらってます、うん、もし、街中にいたら、うん、まあ、でも本当にこうやって見たらそうだよね、うん、普通になって例えば街中にいてっていう女の子の例えば写真撮ってくださいって言ったら、はい、まあ要はこれの角はないバージョンとか、はい、ね、はい、この写真を撮るんだろうなっていう、その普通のこのなんていうのかな、アンドロイド的なもの、はい、の中で、はい、まあそれが角があるっていうね、はい、そういう感じに見えるんだね。まあそこが狙いなんだろうね。あ、そうです。なんかあれ違和感あるなって、角の写真みたいなのに角に何て違和感がっていう、狙った写真面白いね。狙い通りだなと思うんで、面白い面白い、うん、あ、この辺はすごいね、うん、これ本物。あ、これはもう本物です。その大丈夫だ。あ、大丈夫でした。噛む噛むとは言わへんけど、本当にあの、高翔さんの撮影にちょっと参加させていただいて、あのだからちゃんとその高翔さんはいてくれてるんでしょ。あ、大丈夫なんでしょ。あ、もう手つかんないとかしないでしょ。まあ比較的でもおとなしいですよ。うん、もう慣れてるっていうか、その、はい、はい、お利口さんでした。うん、まあ、ずっとおとなしくいてくれて。生肉食うのどうだって。あ、生肉食うやね、この人たち。
教えられてね、ね、すごいね。なんかやっぱりこういう着物いいね、着物似合うじゃん。あ、ありがとうございます。似合うじゃないとか言ったりいや多いで、フクカフェも多いしね。そういうお店もあるもんね。うん、ね、いいですね。なんか、まあ、でもなんだろう、でやっぱなんか魅力あるでしょ。うん。とかなかなか買えない。そうですね。家でね。でカフェにいてもあの撮影できないですし。あ、そうだよね。はい、そうだよね。でも本当にコラボのおかげだな。ね、耳とかついてますけどね。はい、うん。面白いな。こういうコラボもあるんだな、うん、だからまあ人と人とかそういうことじゃなくて、うん、だけじゃなくて動物とのコラボとか、まあ、あとはそのね、作品ですね、他の方の作品とかね、そういう部分ですよね、うん、面白いね、うん、いいですね。いやー、なんかすごい良かったです。はい、ありがとうございました。うわ、素晴らしい。なるほどね。ありがとうございます。すごいね。なるだろう。普段はあんなことをやってんの、毎回。羨ましいね。なんかね、楽しそうだね、あれは。めちゃくちゃ楽しいです。で、俺、すごいなと思ったのが、まあ、僕なんかもさっき言ったみたいに、今年もそうだけど、映像をたくさん撮りたいんだなって言ってるけど、うん、あのね、シチュエーションというか、ロケーションをね、探してくるのが一番大事なのかな。ロケハン、ロケハンってさ、毎回の中に行ったりとか、まあ、うん、どっか通ったらみにそんなね、ずっと見てね、あそこそこそこやってんねんけどね、うん、だけど、それをね、やっぱり、ね、探し出すのってすごく至難の技で、で、なるべくやっぱり僕なんかの性格上、うん、一応使ってんの見たことあったりとかさ、これいいなって今の思うんだけど、ここでも使っちゃってるよなと思うと、なんかね、同じとこ使いたくないなっていう俺がいたりとかして、うん、それはね、なるべく自分が見つけて自分のそのイメージにっていうね、だからそれが結構一番大変だったりするんだけど、まあ言ったらさ、ね、そのカメラマンさんなのか、まあそのコスプレイヤーさんが探してくるのかわかんないけど、そのね、そのポイントを見つけてくるわけじゃん。それってすげえなって思うよね。ここがいいな、ここがいいなっていうのは、うん、あのちょっと見つつ見つつ。そうだよね。そうやっぱ、やっぱりあのあれ時間帯によってもさ、その顔が違うじゃないですか。夜とか昼とかね。うん、だからそのね、そこのこのこのシチュエーションの時にやったら、うん、何時ぐらいにあそこがいるかっていうのだからね、入ったりとかね、いろんなこと考えるわけだし。いやでもなんかね、作ってるこの多分作ってるところを僕らやっぱりどうしても作りたいから想像するじゃないですか。こんな状況でやってるような楽しそうですよね。多分プロの目から見たらここもっとこうした方が、こうした方がいや、十分でしょうね。あれだけやってたら、なんか全然だって、あのなんだろう、僕ちょっとちらっとね、この前海外行かれてた、あ、海外で行かれてた写真がたまたまちょっとね、うん、上がってるの見させていただいて、うん、そう、あれも俺だからすごいじゃん、やっぱ海外のその、うん、なんていうの、あの場所を使ってっていう、だから俺、うん、これ俺はじめスタジオもあんだろうなと思った、赤いさ、あ、あの なんていうんだっけ、グランドホテルの、あれホテルなの、あ、そうなんです、バルコニーがちょっと広がっててっていうところだった、そうなの、俺その辺では見えなかった、いやだからさ、すげえな、それをちゃんとそういうところで見せる、だからもうなんていうか、あ、ここやったらこんな感じで撮れるっていうのは多分もう分かってるんだ、ね、すごいね、で俺さっきさちょっと聞いたの、そうやね、仕事で行って撮ってきたのって聞いたの、うん、いや遊びで行って、自分で撮ったって、あれ自分で撮ったってどういうことって言ったの、携帯電話で自分で撮ったって言うから、え、そんな携帯電話でないか、今の携帯電話もすげえな、今すごいっすよ、え、うん、ものすごい綺麗に撮れてて、うん、ものすごいちゃんと、やっぱもうまあね、自分でこう、この角度っていう、あんまりなんか、それも、ね、分かってるやろうけど、なんかね、やっぱね、それがね、上がってて、ちょっとびっくりした一枚が、自分で撮ったって言って、またびっくりしちゃったの、さっき。いや、だからさ、今後、まあ、せっかくやからね、うん、まあ、僕もなんていうか、せっかく黒木さんとこういう形でご縁が繋がってやるから、うん、やっぱりその作品の中に、
そうね、僕の、ね、テイストもまた入れてもらいたいし、逆にさ、その映像で今度はその動画として、はいはい、例えばそこにまたほらもうケンケンに音楽をつけてもらったりして、全然やりますよ、もうそういうことでなんだよね、やってもらえますよっていうのがいいと思うんで、なんかそういうことをやっていきたいなと思いますよね。表現ができたらな、していきたいなと思ってるので、今までにない表現が一緒のコラボでできたらなって。でやっぱりそのお仲間もいっぱいいてるから、そうなんです、そうなんです、いろんな世界観がありますでしょ、はい、うん、だから僕らもまたね、面白い仲間入れてもらってさ、うん、なんかやりたいよね。なんかあれじゃない、なんかこうあの短編のね、あの 長編になると世界観を作っていくの難しいけど、短編の映画みたいな感じで一本のちゃんとストーリーの中であんだけいっぱいいる人たちがいろんなところで、例えばサバイバルゲームがあったりとか、はい、何があったりっていうシーンの中で展開していくような、はい、短い作品で作ったら、うん、結構面白いものができるような気がする。このシーンだけだとか、うん、主人だから要はその映画のトレーラーみたいなやつですね。そう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 、なんかちょっと面白いような気がするけどね、うん、短編映画として。本編はないですよ、本編はないけど、そうそうそう、トレーラーだけのね、そうそうそう、短編映画みたいな感じ でこれが本編だったらおもろそうやなっていうのもね、そうそうそう、素敵ですね、そうそう、はい、ただそれね、長編になったら多分ね、世界観ね、超難しい、難しいと思う。それこそだからだってそこにね、なんだろうな、グラフィックとか入ってくると、またそれぞれちょっとね、うん、つまんないんだよ、うん、俺らからするとね、うん、ちょっとわかります。グラフィックでやることを、うん、そうじゃない形で、うん、ね、その自分たちが作る、ギリギリのラインで作るっていう世界観が面白いかなって俺はちょっと思っていて、うん、一本映画と思うとその終わりに向かっての作品になってしまうんですよね、うん、そうだよね、このシーン、このシーンっていうのは面白い、うん、面白いと思うよ ね、 ねキャストも結構悪役連合がたくさんいますので、うんうん、ただなんかさ、それをこう見た人が自分の頭の中の この空想を広げて、うん、こう一本の作品にしてもらうとかね、はい、あとこういうことが起きてとか、こんなことがあってみたいな方がまたそれはそれで広がるだろうし、面白いかもしれないね、見る人によっての自分のその作品を頭の中で作ってもらう、うん、そのきっかけを作ってポンって、そう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 、ね、そのようなのが面白いような気がするよね。可能性は本当にね、すごくあると思うんですよね、うん、特殊メイクと伺ってるので、あの一回殺されてみたいなみたいな、殺されて生き返るなとか、まあ、でもこの人なんて何百人何千人殺してきてるんですよ、伺ってます。犯罪者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 ですよ、犯罪者です。それはちょっと遊んでケンケンさんの殺したい殺し方でいや、それ好きだな。相談されたんじゃなくて、ケンケンさんがどう殺してみたいとかがあったので、ちょっと殺されてみたいなんですね。いやー、ねえ、なんか楽しみですね。ね、まあまあそういうのでね、果たして俺らが絡んでいいのかどうかあるけどもな。もうね、だから本来だからあれでしょ、うん、もうあのどっぷり使いすぎちゃってる人ですからね、この世界ね。どっぷり、ね、疲れすぎてますからね。いやでもあれですよ、いわゆるその黒木さんが 今見してもらったような、うん、あの画像の世界観っていうのはやっぱり僕の中でもまあそうだね、うん、好きなジャンルやし、近いだもんね。あんまりでも、ね、なんかそういう系の映像って今までやってないから、もう前言ったらもうほんまにもっと驚くのが一緒がショックなのだもんね。そうそうそう、もっとあのボクサスボクサスそういうんですよね、ボクサスみたいな。そうですね。あ、違う。とか、まあ、自分で演じてるのも大体、ね、なんか爆弾魔とかね、まあ、なんかそういうのですよね。そうね、なんか。でもあれでしょ、なんか爆弾魔に近いような警察官の上の方の役とかそういうのもあったよね。ああ、ありましたね。ねうん、でも悪い人なんでしょ。警察官だけど悪い人なんでしょ。悪い人じゃない。まあまあ、だからまあ、なんかそういうね、ちょっとこう、綺麗なというかさ、まあまあ、今の世界観なんか本当に多分すごい綺麗だと思う。ああいう中でね、なんかさ、これしてもらう、うん、ただね、なんかね、僕の勝手な見た目のイメージだとすると、うん、すごくガラスの向こうのものっていうか、うん、あの冷たい空気の中で
透き通るものが見えてくるっていう、うんうん、その世界観に僕はすごく思う。だから本当にバンって叩いたら割れてしまうようなボールだったりガラスだったりっていう中の世界のものみたいなね、なんかそういうね、なんかちょっとイメージが僕の中ではちょっとあの映像を見た感じ、うん、映像というか写真を見た感じだと、それだから映像で何かこう表現できたらすごく面白いかな、うん、そうですね、うん、まあ本当にだからその現実ではない世界というかね、うん、そっちの世界のものっていうのをすごくちょっとこう感じたな、うんうん、ちょっとゲームがすごい好きで、うん、あの CG だとか CG で作り出すようなあの現実にないものっていうのを作りたいなとちょっと思ってますね。ですね。なんかね、すごいね、うん、でもなんかいいじゃないですかね、それずっと今まで違う向き通してやってきてるし、うん、でだからようやくさ、ああそうですね、うん、何年ぐらいそういうコスプレイヤーさんとしてあ、まあ、きっかけはなんかそもそもあったんですかね。としてその作品が好きで、うん、その作品 の、 あの表現をするっていうところだったんですけど、うん、だんだんそこじゃないのかなっていう、あのしていて面白いなって思うのが、その作品が好きじゃなくても、うん、自分が作りたい世界をあたかもあるかのように、うん、はい、作るっていうのが、あ、これ面白いな、あの、さっきの、アンドロイドがここにいる、ここいないのにいるとか、うん、ボスが、このシチュエーションにボスがいる、どうやって立ってる、どうやって主人公を出迎えてる、うん、自分が主人公だったらこういう敵がいたらいいのになだとか、うん、そういうのを作るのが楽しくて、うん、ちょっと寄ってきました。なんか中山もさ、なんか番組とかでもさ紹介してるけど、うん、映画のキャラクターになってみたりとかしてるわけじゃない、うんうんうん、やっぱなんかそのきっかけ的なもんってある。あの今までさ、結構ほらハロウィンの番組とかで、うん、この番組でもそういうの流してきて、うん、結構ほらそういうね、あの自分で僕なりのコスプレイヤーのね、なんかコスプレイヤーとしてこう、うん、よく出てたけど、うん、なんかそういうきっかけってやっぱあった、そういうのをやりたいなとか、そういう、まあ、その映画のキャラになりたいなみたいなことだった。うん、まあもちろんそれやっぱりね、作品が一番好きっていうところがあるじゃないですか、うん、だからほらあのマッドマックスの時なんかはさ、うん、もうあのマッドマックスってあれ僕も30年ぐらい前にね、うん、そうですよね、見て、すごく作品がまたこう新たに開く、ね、もうそのワクワクドキドキ感でしょ、うん、でそれで初めて劇場行って見た時の、はい、あの伊能誕生のあの、はい、ね、はい、あのなんていうかキャラクター性にドーンと来て、あ、これでも俺やってみたいなっていう、あ、なんかそういう部分も、そうなんかこう、なるほどね、うん、やっぱそういうところ入ってくるもんね。でまあ本当はだからその顔だけで良かったから、あ、ね、まあ、今僕フェイスブックのあの、まあまあ、あれとかにやっても顔だけ良かったから、顔だけを真似するために、顔だけをっていうかここの部分をね、うん、そうかそっか、で結局その映像がいろんなところに拡散されて、そう、それでなんていうか劇場からイベントにも、そうそう、劇場から、うん、妹誕生で来てくださいっていうオファーがあって、でも全部着替え下までにしたらなんやしょう、顔だけってわけじゃいかねえじゃん、そういうことか、やっぱりだからその好き好きっていう、やっぱりそのファンの力です。俺でもあれだよ、あのちゃんと賛成したり、俺ちゃんと母ちゃん来てる人でしょ、うん、ね、くのみちゃんと母ちゃんだよね、ね、一応イメージして、まあまあそう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 、な、何やっぱりそういうところなのかね、好きがこう作るみたいなところから入ってくる。ちなみに一番最初にやったのは何ですか。一番最初ですか、うん、一番最初はあの初心者らしく、うん、初音ミク、やったーそりゃそりゃそりゃ入ってくる、そうですね、でもまあでもそうやもんね、まあまあそうですね、うん、だからその最初のさ、うん、やっぱりまあまあどこかりってなんか階段の一段目があって、うん、それからやっぱりそういうことね、こうね、自分の好きなんですよ、いやでもすごいな、うん、なるほどね、まあいかにその作品内がねやっぱりこうあったりとか、うん、まあね、まあ常にこう考えてるし、今もだから多分頭の中に、うん、多分新しいキャラとかこう日々ごめんできてるんですよ、そうなんですよね、うん、だからそれこそ本当にあの
あもうマーチャーだからマーティストですよね。そうですよ、そうですよ、うん、そうですよ、うん、もうまあコスプレのコスプレ屋さんじゃなくてコスプレ屋さんとか、うん、っていうのもやっぱりまああのまあある程度のね、うん、あのところまで行くと、まあ、表現師ですからね。基本的にはアーティストですよね、うんうんうん、だって自分で物を作れば、自分でその自分の世界観をちゃんとした形で、うん、そのね、見るというもので伝えようっていう部分なわけで、うん、それも音楽でもそうですね。だって作ったものを僕らは伝えようっていう、うん、だからもう自分で自分をちゃんと飾りつけて作ったもので、まあ伝えようっていうところなわけで、やっぱそれってやっぱアーティストなんですよね。そうですね。最近そういう創作でしていきたいなっていう人も増えてると思うので、うん、はい、勉強させていただきたいな。でもやっぱりそういう部分が出てくるとなんか楽しいんですよ僕ら。あのそのやる側じゃないけど僕なんかね、うん、見る側の立場になってしまっちゃうのかもしれないけど、でもやっぱりなんかね、あのすごく僕はあの楽しみ、そういう、うん、だからあの出来上がったものをまたね着て、うん、でまあ、それそういうの面白いんだけどね、うん、アニメのキャラっていうのもまあ別に僕は悪いって言ってるんじゃなくて、うん、それそれでいいんだけども、ただそうじゃない空想のもの、はい、例えばまた彼女はこの例えば同じ、ね、タイトルのものが一つあったとしてもみんなが違うね、ものを作るわけでしょ、うん、その頭の中で浮かぶものが違うわけで、まあ、そうだからできても、はい、ね、それってなんかそれを見る側とすれば、うん、その楽しみはすごくなんかその出来上がったものでそのまま持って出てくるよりは楽しみ。そうなってくるともうどっちかというとそのキャラクターというよりも黒木さん自身のファンになってしまうんでしょうね。ああそうかもしれない、ね、だから黒木さんのファンになってその黒木さんがいろんな演じるそのそれぞれがまた好きっていう、言ってるのかなまあさっき言ったんで、だからこれはもう物によって全然違う人に見えるよね、うん、っていうところがそれなんだろうね、ちょっと恥ずかしいですけど、いやでもね、いやでもね、あのまあ役者さんもそうなんですけど、やっぱりこの役者さんはこの芝居だけしかできへんっていうような役者さんじゃなくって、やっぱり何通りか演じれる役者さんってやっぱりすごく活躍の幅がやっぱり広がるじゃないですか。だからそれと一緒で、いろんなやっぱりキャラクター演じれるっていうのは、うん、でも、そうですね、一つになるのもそうなんですけど、私はその黒き羊として一応あのキャラクターがあって、それを誰かとコラボして、そのキャラクターになったりだとか、その方の世界観にいたりだとか、そういうものも最近ちょっと面白いなと思って、そのアーティストさんあのだとかとコラボさせてもらって、いやでもその分大変やね、だって衣装もさメイクもさ全部その変わっていくわけだからね、大変だと思うけどな。まあそれが楽しい、楽しいでしょうね、ね、まあ、作る人それはもうめちゃめちゃ分かりますよ、そうですね、そういうことですよね、まで、またあのブラックなんかさ、よくさ、こんな格好で、コスプレイヤーじゃないんだからね、普通なんだよ、俺、普通にだから、なんていうの、生活しててもこんなんなんだよ、普通になんで道歩いててもこんなんだよ、まあまあ、残念そうだよな、ちょっとびっくりしました、メイクが、普通なんかさ、ね、でもまあ、コスプレに近いのかね、俺なんか衣装とか見ると、うちの、まあそうなのかな、ね、うん、大久保行ってもこの格好で歩いてるからね、そうそうそうで、もう普通にスーパーで買い物してからね、野菜買ったりしてからね、ちょっと気に入ってる人なかったから、現実にあれですよね、だからまあライブの、そのまあ僕のライブの世界観はによって衣装を変えたりとかいろいろするんだけど、だからまあその都度、例えば去年なんかは中谷に角を作ってもらった、特殊メイクで角を作ってもらったとか、春のね、そう、春やつを作ってもらったりとか、で着物で、まあ、あとそのなんか僕の場合はダンサーさんとかと一緒にやったりもするんだけど、もうダンサーさんもみんな着物でとか、和洋折衷でのその一個のショーを作るとか、そういう部分ではなんかかなりコスプレに近いことをしてるかもしれない、まあ ねうん、その世界観を作るために僕らも何かに演じてたりとか、その空想の中で、そうやっぱり人的なものになってたりとか、そういうことかもしれないな、表現する側やもんね、そうかもしれないね、そうやって考えるとそれ近いものがあるのかな、いやなんかでも楽しみですね、楽
しみ、うん、なんかこの先なんかちょっと超楽しみ、楽しみになってきましたよ。めっちゃ面白そう、うん、おかげで、うん、ね、だからまあ今後ちょっとね、あのいろいろとまた本当によろしくお願いします。そんなにさ、もうできらんねん。いや、もう最後の最後まで誰もできらんって言われてもできらんなんでしょ。もう、はい、もう大丈夫らしいんで。確かにね、セショーとかもいいじゃん、もう、うん、レギュラーでしょ。そうそう、ね、だからそうです、ちゃんと言ってやらないと。視聴者さんがみんな忙しいしさ、だからそれは親みたいなのにさ、そのどこまでか変わってくれるか分からへんから、俺も怖くはすごい思ってたよ。いいんじゃないのなんかあれなんだから、ほらもうあのアーティスト TV でのここだけの、だからなんかあの、朝なんか読みの作るよ。読みの、うん、そうなんです。まあこれなんて言えばいいのかな、いつもまあまあケンケンケンやし、俺はもう中やんって言われてるからね。クロちゃん、クロちゃんっていうのもクロちゃん、うん、なんかあれか、猫みたいか、うん、なんか、なんかないか。でもいい、いいですね。クロ、クロちゃんいい、クロちゃんって誰か言ってる人いる、呼ばない、いないです。じゃあいいんじゃない、クロちゃんって。クロちゃんで言うの、この番組はクロちゃんで。クロちゃんって言うとどうしても俺あっちの方が、あっちの方があっちの方が知らない方、こっちのね、こっちのクロちゃん。じゃあまたクロちゃんにしちゃうからだよ。ちゃんじゃなくて、なんクロ、クロ、クロくん、クロくん、あえてクロくんって言う。女の子なのにくんをつける。結構クロくんって男装もやってるね、クロくん。まあ、俺は別に、何でもいいですよ。じゃあ、うん、じゃあ黒くんで、黒くん、中屋、けんけん、はいはい、以上。じゃあそれで、来月からレギュラーで、いや、ありがたい、もうこれはありがたいぞ、ね、うん、ね、で今年はだからイベントも参加していただいて、うん、でやっぱり、まあ、もうちょっと何ていうんだね、僕らのその世界観、まあ、ケンケンの音楽の世界観と、まあまあ、僕らのその映像とか特殊メイクの世界観と、まあ、お客さんの世界観と、まあ、何かことあるごとにこうちょっとね、一緒にできるようなね、何かイベントもまた考えていきたいですよね。楽しいです。いや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 、いいじゃないですか。ちょっと1月からちょっとワクワクしてきたぞ、ね、うん、なんかやっぱりこれ、あれですよ、なんかいろんな巡り合わせが今年はね、うん、今いますよ、うん、ほんまに。いやー、まあということで、でそのまあ2月以降、あの皆さんその告知等って何かありますか。まあ僕はね、2月以降だと思う、このワクサミット、うん、あと2月、そうやね、それはまたね、中国で、あとね、でも3月になっちゃうんだよね。 3.3 は、うん、まあ中屋も、ああ、イベントですね、我々国境でもあり、うん、話し、そう、僕が今はもう住んでる阪南市っていうこともありまして、うん、阪南市のですね、尾崎町、サラダホールでですね、うん、3.3、サラダ、なんかフェスタっていうのが行われるんです、うん、で、そこの中で、アーティスト TV さんだったりとか、うん、ソルファクサミット、はい、あとは、各番組、庄屋さん、庄屋チャンネルの方の、3番組から、うん、3タイトルの、MC が全員一気に 集結しまして、はい、そこでイベントを行います、まあ、チャリティーイベント、チャリティーイベント、はい、で、まあ、基本的には、まあ、そこでは、特殊メイクのブースも出たりとか、うん、でもちろん中屋の力で上がったりとか、うん、でまあ、僕も、まあまあ喋りで出るのかな、今回ね、うん、音は多分出すかどうかちょっとわかんないですけど、喋、うん、りで上がらせていただくか、うん、であとは、何フープの、はい、2人が、フープのショーをやったりとか、うん、あとは、ゴリラゴリラね、うん、言ってましたけど、なかったね、スムが作ったゴリラの面をかぶって、うん、ゴリラゴリラ、うん、新曲、僕が作りました曲で、はいはい、2人がお披露目っていうことでやったりとかですね、うん、あとピエコのチャンします、はいはい、ピエコのショーをのね、うん、大道芸を見せてくれたりとか、うん、で多分この今でお弟子さんと2人でやるんですよ、ね、ああそうなんだ、ね、その番組の中でも2人で今ね、うんうんうん、やってますけれども、あの2人は何か一つ一生やってくれるらしいです、うん、でまあなんかそんなもんで、あとはあれだ、あの花井ちゃんがこの日来るんです、うんうんうん、花井ちゃんが、メガマウスの歌を歌ってくれるのかな、うんうん、まあ、何曲か歌ってくれるかと思います、うん、そんな感じであの大イベントも
行われまして、ね、でまあ、この日いろいろね、まあ、そういう特殊メイクで使ったお金だったりとか、うん、まあ、そのゴリラゴリラの DVD を買っていただいたお金っていうのが、うん、全て、まあ、チャリティーの方に募金されるという形で、はい、まあ、やらせていただきます。うん、ちょっとこれ後で載せようと友達さんにも流してください。あ、わかりました。じゃあこの後にね、最後にまた曲つけますので、はい、よろしくお願いします。で黒木さんの方は2月等々何かイベントがあるんですか？あ、私の方は、はい、まだちょっと撮影したりだとか、うん、おー、だからまだなんか新キャラに向けてこう動き出してたりするんですね。あ、そうですね。だからそれもまた随時紹介できるところは ね、また紹介していただいてね。ツイッターでちょっと随時、はい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 、今これやってます、あれやってます、うん、ちょっと流させていただくと思うんですけど、なるほど、はい、ツイッターにはね、もういっぱい写真上がってますので、うん、皆さんぜひぜひ、ね、また皆さん検索して、各フォローの方もね、よろしくお願いします。で、あとはまあアーティスト TV は2月はまた2月末にね、2月号として配信させていただきます。まだまあ今の時点ではゲストさんとか決まってないんですけども、うん、できるだけちょっと内容ね、今年は何、大御所ゲストどうなの？まあ、うんうん、昨年ね、はい、呼びたくても呼べなかった方々も数名いてますし、はいはい、で昨年ねお呼びしたんですけど、また今年もいいよって言ってくれてる方もいますので、うん、はい、なので、あとまたね、どうタイミングで来るかわかんないですけど、いやいやいや、もう今年でも、うん、あの大御所がもし来るとしたら、もうすごいことになりますよね。ああ、まあまあね。あ、あと一個だけなんか告知していい？うん、どうぞ。ね、僕ね、たまたまちょっとこの間フェイスブック見てたら、うん、前回に流しました、前々回になるとか、うん、去年の暮れに流れてましたの、はい、プロレス団体あったでしょ、うん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 、でなんかね、ちょっとね、ごめんなさい、僕ね、日程がはっきりしてなくて申し訳ないんですけど、うん、この番組流れた後だったような気がするんだけど、もしかして終わっちゃってたらごめんね、うん、あの団体が、西成かなんかで、ね、うん、試合をやるらしくて、それもね、なんかね、チャリティーなんですって。あ、そうなの、うん、で、なんかそのお金が全部、チャリティーで、うん、寄付されるっていうような、うんうんうん、プロレスのイベントを、うん、はい、試合をやってるみたいなので、うんうんうん、で、なんかね、多分ね、Facebook でチェックすると、うん、出てると思いますんで、試合は2月ぐらいのだった気がするんですよね、うん、だからごめんね、番組ちょっとこれね、流れた段階で終わっちゃってたら申し訳ないけど、うんうん、もしやってたらぜひ、そういった、ね、応援してね、まあ、応援していただければなとね、うん、せっかく前回番組流しましたので、うん、はい、ぜひぜひと思いますんで、わかりました、はい、ありがとうございます。まあというわけでね、今回もまあ今回もというか今回から、はいはい、強力な助っ人に来ていただいて、うん、より番組もまあこれからね、うん、盛り上げていきたいなと思ってますんで、また今年一年皆様よろしくお願いいたします。します、はい、ではアーティスト TV1 月号これにて終了。さようなら。また来月ね。ありがとうございます。